はい、こんにちは、カバンおじさんです。前回の動画で、秋にね、結実した、実が、あったんですけど、ちょっといろいろ調べた結果ね、やっぱこの時期のね、花とかつぼみ、あと実なんかはね、やっぱ落とした方が、木にとってはいいっていうね、ことなんで、ちょっと心苦しいんですが、今からね、適来、ね、それぞれちょっと、摘んでいこうかなというふうに思います。春にね、咲くような、花の芽がね、まあ、盛りだくさん、待機してますんで、まあ、問題はないんですけど、春になったらね、また、花やね、実には会えると思うんで、ちょっと今の時点ではね、切り取りたいなと思います。はい、圃場に到着しました。これね、前回紹介した実、秋でね、ついた実です。その他にね、もう飛び出してしまった花芽から飛び出したつぼみ、こんな感じで。ね、もうこの辺も落とした方が木にとってはいいそうなんで、こんな感じの、花芽、まだね芽の状態、こんな子たちはね春に、咲く準備をしてるんで、まあ、まだこれは残しておいて、春の開花を待つという感じですね。こっちのピンカートももう、つぼみが飛び出してるんで、この辺はもうここでちょん切って、この花芽だけを残しつつ、まずはね越冬に備えて、冬に備えて、木のね、まあ、栄養を蓄えさせるということで、ちょっと泣く泣くですが、こちらはね、摘出していこうかなというふうに思います。この辺でね、パザッと。ちょっとね、春まではこういうね、状態を見つつ、ちょっとこまめに撤去作業をしていこうかなというふうに思います。こっちの枝はまだもうつぼ、あ、1個出てるな。この子、花がね咲く前に、摘んであげることが、まあ、望ましいということなんで、作業進めていきます。はい、こんな感じで、摘来摘果はしました。飛び出した花芽からね、飛び出したつぼみ、開花直前の花、咲き終えた花、その辺をね摘みました。これでね、開花に要する、まあ、余分な栄養をね、こう冬の間に使わないように、やっぱね着火してからこうね葉が弱ってきたりしてるんで、気にはなっていたんですけど、まあね、ちゃんと順当に春を待つということで、先にね、出てきたつぼみは、落としました。でね、問題はこのね2つだけ今、着火した実残してあります。やっぱね、ここまで大きくなってきちゃうとね、可愛いんでね、なかなか勇気が出ません。なんで、まあ様子を見つつ、よほど、木に悪影響が出たら、摘み取りたいなと思いますし、まあ、木自体ね、自分で落とす、能力、生理落下っていうのもあるんで、まあもうその辺は木に任せつつ、
この2つはねちょっと、見守っていこうかなというふうに思います。他にね花芽が、もしつぼみ出てくるようであればそちらを切り取りながら、木を維持していこうかなというふうに思います。こんな感じで、あとはね今日、骨組みを組んでね不織布をかけるような作業もしていきたいなと思います。はい、というわけで、カバンおじさんのアボカド農園、ちょっと急なね動画を回しましたけど、秋のね、開花、ケチズツは、ちょっとね摘み取った方が木にとっていいということで、適来作業をしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。